を潜めた。太古、人類は地震、嵐、雷など大自然の強大な力の前にただ恐れをののく弱々しい存在であった。しかしその力が地、水、火、風の4つの精霊の力によるものであることを人類が知った時、その力を自らのものにしようとする者が現れた。時のアルカサス王に聖道士の位を与えられ保護された彼らは、やがて精霊より死生期になる者と共にその力を手に入れたのである。しかしそれは大いなる悲劇の始まりであった。より豊かな大地を求め先住民への侵略を行う、命ある全てを巻き込んだ部族間戦争、それは精霊たちが人類を見捨てアルカサスの地を離れた事実を明らかにするものであった。今日も雨ですわね、お父様。すでにその雷雨により死傷者が2000人を超えるとの報告が届いております。そうか、聖道士が精霊の力を失った今、我らはこの惨事をただ受け入れるしかないのか。何やつ。我が名はリグベーダ、この世の調和を司りし者、人間なる者よ、我が言葉を心にとどめよ。親父、一体これは。お前ももう18、自分で人生を決められる年だ。だって俺は親父の後を継いで木こりを続けて。わしの後を継ぐならばよく考えるがよい。ある事情があって剣を捨てねばならなかったこのわし、お前の父ラパスは騎士であったのだから。一体何が。騎士となるならエルミザードの聖殿へ行くがよい。わしが使っていた剣がそこにある。それを持ってアルカサス国王アリウス陛下にお会いするがよい。あ、親父。親父、俺騎士になる。